人生の旅路には良い時期もあれば悪い時期もあってそれぞれに異なるチャレンジが伴いますそれらの変化に対応できるかどうかは私たちが何を土台としているかに左右されます救い主の福音は堅固な土台を与えてくれますその土台は 神の永遠の計画について知識を身につけるごとに少しずつ気づかれていきます救い主は偉大な教師であり私たちは主に従います成分は主について明かし私たちが従うべき完全な義の模範を教えています以前の大会で紹介したことがありますが 私は母が扶助協会のレッスンを準備するために使っていた資料をまとめたノートを何冊か持っていますその内容は当時だけでなく現代にも当てはまります例えばキリストの特質についてチャールズ・ジェファーソンが1908年に記した次の言葉です クリスチャンになるとは真心から熱烈にイエスを敬愛し主のようになるために全生涯を主に捧げることである我々は主が語られた言葉や行いさらには主の沈黙を通じてイエスを知るようになるかもしれないまた第一に主の友人第二に主の敵 そして第三に首都同時代に生きた人々が主から受けた印象を通じてイエスを知るかもしれない20世紀の生活の特徴の一つは不満である世の人々は何かを求めているがそれが何か分からずにいる富がもたらされ技術と才能による発明品が世にあふれても人々は 今なお不安で満たされず混乱している新約聖書にはこう記されている私のもとに来なさいあなた方を休ませてあげよう私は命のパンである世の光である誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい私の平安をあなた方に与える あなた方は力を受け喜びに満たされるであろう私たちは自分が共に暮らそうと決めた人から影響を受けます自分が尊敬し見習おうとする人からも影響を受けますイエスは偉大な模範です永続する平安を得る唯一の道は イエスに頼って生きることなのですイエスについて最も学ぶ価値のあることは何でしょうか新約聖書の著者はイエスの容姿や衣服住まいには全く関心がありませんでしたイエスは馬屋で誕生し大工として働き3年間人々を教えて十字架で亡くなりました新約聖書を記した人々が決意していたことは 私たちの心を主に向けて主が昔も今も神の恩子であり世の救い主贖がない主であるという確信を私たちに持たせることでした救い主の例え話の一つは今の時代に特に当てはまると思いますマタイ13章に記されています人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦をまいて立ち去った 目が生え出て身を結ぶと同時に毒しもべた,たちが来て家の主人に言った「ご主人様畑におまきになったのは良い種ではありませんでしたかどうして毒麦が生えてきたのですか?」。主人は言った「それは敵の仕業だ」。するとしもべたちが言った「では行ってそれを抜き集めましょうか?」。彼は言った。いや、毒麦を集めようとして、 麦もも一緒に抜くかもしれない収穫まで両方とも育つままにしておけ収穫の時になったら狩るのにまず毒麦を集めて束にして焼き麦の方を集めて蔵に入れてくれと言いつけよう昔から存在していた全人類の敵は思いつく限りたくさんの方法を使って 至る所に毒麦を撒いていますさまざまな方法で神聖な家庭に毒麦を入り込ませています邪悪な方法が蔓延していてその影響を取り除く手段はないかのように思えますそれらはケーブルや電波を通して教育や娯楽のために開発された機器に侵入してきます 麦麦と毒麦は一緒に成長ししてきました畑を管理する下辺は全力を尽くして良い麦を育て毒麦が人々の目や耳に何の影響力も持たないようにしなければなりません幸いなことに主の教会の会員である私たちは救い主の福音をど生活の土台として与えられているのです。 モルモン書の第22イにこうあります「見よ私はもう一度あなた方に言っておくあなた方が精霊を受けるならば聖霊はあなた方がなすべきことをすべて示されるであろう」「世の中の騒音によって 静かで細い声が打ち消されるのを決して許してはなりません私たちは今後直面する出来事について警告されています私たちのチャレンジは主が必ず起こると言われた出来事にどのように備えるかということなのです苦悩に満ちたこの社会に住む多くの人が理解しているように 家庭の崩壊が問題の多い世の中に悲しみと失望をもたらすでしょう私たちは教会員として社会と永遠の世の基本単位である家族を維持し守っていく責任があります預言者たちは家庭の価値が軽視されることによって破壊的な結果がもたらされるとあらかじめ警告してきました 世の人々から注目されるときに私たちの模範が主の立てられた計画を支持し支えるものとなるようにしましょう。最も卓越した教授法は義ににう模範によって教えることです家庭は世の圧力,圧力に立ち向かう神聖な場所でなければなりません。 主の最も大いなる祝福は義にかなう家族を通してもたらされ与えられることを忘れないでください私たちは親としての実績を慎重に評価しなければなりません子供が受ける最も力強い教えは思いやりのある義にかなった両親からもたらされますまず母親の役割について考えてみましょう ゴードンビー・ヒンクレー大館長の言葉です自分の家を慰めと愛のある家庭にする女性は軍隊の指揮官や大企業の長として立つ人よりもはるかに大きな社会貢献をしています。母親が子供たちに祖母が子孫に叔母や姉妹が親族に与える影響に値札をつけることのできる人が果たしているでしょうか 女性がそれぞれの方法で堅固な家庭を築き永遠に価値あることのために将来の世代を育てる時その影響力は測ることも数えることもできませんこの世代の女性が下す決断は永遠の結果をもたらすことでしょう今日の母親にとって家庭を強めるために全力を尽くすことほど偉大な機会 重大なチャレンジはないのですでは父親が生活の中で果たす役割について考えてみましょう父親は子供のために祝福を与え神聖な儀式を行いますそれは子供の生活において重要で霊的な出来事になります 家族の祈りや毎日の成分研究、毎週の家庭の夕べに自ら参加し、家族を導きます。家族で行う旅行や外出の計画を積極的に立てて、家族の伝統を築いていきます。子供たちは家族で一緒に過ごした特別な思い出をいつまでも忘れることはないでしょう。父親は子供たち一人一人と話し合う機会を定期的に作り、 福音の原則を教えますまた息子や娘に労働の価値を教え人生の目的を立てられるように助けます父親は福音における奉仕の模範を示します兄弟の皆さんイスラエルの父親としての神聖な飯決して解任されることのない最も重要な飯をどうぞ忘れないでください 何年も前のステーク大会でテーマを分かりやすく説明するためにある映像を見せることにしました1年にわたりステーク大会の割り当てを受けて教会を巡回するうちに私たちはこの映像の内容を深く理解するようになりましたそのメッセージは長い年月を経た今でもよく覚えています映像の語り手は ハロルド・ B リー大官長で娘の家庭で起こった出来事について述べていましたそれは次のような内容ですある晩母親は果物の瓶詰めを作り終えなければなりませんでしたようやく子供たちをベッドに寝かせすべて片づきましたやっと瓶詰めに取りかかれると思いました果物の皮を剥いて 種を取り除く作業を始めた時2人の幼い息子が台所に入ってきてお祈りの準備ができたと言いました母親は邪魔されたくなかったので言いました「今夜は2人だけでお祈りしてちょうだい」「お母さんはこの果物から手が離せないから」すると長男が出て行こうとせずに尋ねました「お祈りと果物のどっちが大事なの?」 私たちはふとした機会に幼い子どもたちに教訓を与えて彼らの人生にいつまでも続く影響を及ぼすことがありますもちろん果物よりもお祈りの方が大事です親として成功したければ子どもの人生に大切な教訓を与える瞬間を忙しさに紛れて見逃すことがあってはなりません。私はこれまでの年月を振り返り返 今ほど天の恩父の子供たちが忠実で献身的な親からの導きを必要としている時代はないと確信しています私たちには偉大で高貴な先祖からの受け継ぎがあります彼らは所有するものをほとんど捨てて次の世代が自分たちよりもさらに大きな機会に恵まれるよう信仰と勇気を持って 家族をを育てる場所を見出したのです私たちは彼らと同じ確固たる精神を持って立ちはだかるチャレンジを克服しなければなりません将来の世代に救い主の教えに対するさらに強い信頼の念を植えつけなければならないのです我が子らよ覚えておきなさいあなたたちは神の恩子でありキリストであり 贖い主の岩の上に元いを築かなければならないそうすれば悪魔が大風をまことに旋風の中に悪魔の矢を送る時にも悪魔のひょうと大嵐があなたたちを撃つ時にもそれが不幸と苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはないなぜならば あなたたちは堅固な基いであるその岩の上に建てられており人がその上に元井を築くならば倒れることなどありえないからであるイエス・キリストの福音が永続する平安と永遠の家族を築く土台を与えてくれるのです。 これらのことをイエス・キリストの聖なる皆によって明かしいたします。アーメン